さあ始まりました、ムチャチチャンネル。さあやっていきましょう。青学全学部ですね。青山学院大学の全学部の英語と、学習院の02コア01プラスって書いてるんですけど、そこの問題ですね。はい、文法問題やっていきたいと思います。まあ読解に関しては、やった人からですね、はい、連絡をもらってて、難しくなってるっていう風に言ってましたね、読解が。まあ文法は基礎的、基礎でもでもね、ちょっとやっぱりわかんないだろうなっていうのは出てるね。早慶レベルの人たちからすれば簡単です。簡単だけれども、やっぱマーチレベルだとだいぶ難しくなったな、っていう感じだと思いますよ、去年より。まあ、ぜひね、受けた方は書いてください。はい、では、実際この問題見ていきますね。文法問題なんで、正語ですね。はい。Part 1。If I am stressed about something, I tend to have a hard time falling asleep. これも、やったじゃない何回も。っていうか、今年度もいろんなところ、高校の授業とかでも話してきましたけど、まず、I am stressed ですね。はい。これが間違ってます。はい。ですね、ストレスを受ける。I'm stressed about it.ね、感情の動詞ってやつですよ。まあ、でも、答え自体は簡単。で、大事なのが、have a hard time ing ですね。この両方やってる。この感情の動詞もやったし、have a hard time ing も、冬季の高校の授業でやってきましたけど、have a hard time ing ですね。こうするのに苦労する。have difficulty ing, have trouble ing, have a hard time ing ですかね。で、fall asleep。これも間違える人すごく多いですね。はい。寝れないよ、なかなかって言ってますね。はい。だから何かで、ストレスめっちゃあるときは、なかなか寝れないってやつです。はい、次。Some would equateThe internet with print and television, the two earlier technologies that most transformed the communications environment, which in people live はめちゃめちゃでしょ。何これ ?in which people live ですね。すげえな。こんな間違いする人いないでしょ。で、equate A with B ですね。はい。これとこれを同一視して。で、communications environment。これもね、やってるんですよ、私ね。はい。普通、名詞が名詞を修飾するときって単数になるんだけど、ならない奴らがあるよ。communications technology とかさ。はい。ならないよっていうふうに言うやつです。次。I was overtime for the last train yesterday. Otherwise, I would have stayed in the nearby hotel. なんじゃこれって思いましたけどね。はい。overtime ってなんじゃこれですね。I was in time ですね。in time for 間に合うです。だから終電に間に合った。で、otherwise もしそうでなかったらですから、もし間に合わなかったら、近くのホテルにステイして、これ nearby ね、言ってるんですよ、いつも。nearby は形容詞的にかかるけど、ね、near っていうのは、前置詞として使いなさいってよくやつですね。はい。near です。品詞みたいな形でしか、まあ、特殊な形でしか形容詞として出てこないからね、near はね。nearby が合ってるんです。はい。形容詞は副詞の時は nearby。次、the developers will call as soon as the design will be completed, but we don't know when it will be ですけど、まあ、これ as soon as が来てるから、はい。時条件の屈折は未来のことでも現在形。はい。めっちゃ大事ですね。ユーテラでもやりました。口酸っぱく。次、the witness never identified the criminal despite the fact that she sees the crime.Identify criminal ですね。犯罪者とか犯罪者がどれだか分かんなかったよ。Despite the fact だとこうなのに、そのクライムを見たんでしょ。もうすでに見てるはずですから。だから、she saw とか she had seen みたいな過去にしないといけないよね。そう、見たはずなのにさ。そう、Despite the fact だと although の意味ですからね。はい、基礎です。続いて、空床補充いきましょう。Did he turn なんとか for the meeting? ミーティングに turn up ですね。はい、現れる。show up とかと同じ。次、3なんとか2 is 6。ね、はい、かけられるんです。by 2 is 6ですね。はい、2倍です。はい、2倍された3の2倍は6。すごいな。こんなの出すんだなって思うかもしれないですけど、出るんです、これね。何度か出題されてますね。このね、掛け算とかね、足し算、引き算のやつ。あ、1とか選んじゃったら動詞2つになっちゃうからね。3、はい、次。Most people are quite なんとか about the way in which languages come into being ですね。はい、まあこれは puzzled about ですね。これもさっきの stressed about と同じですから、感情です。まあ簡単かな。どうやって言語っていうのが出てきたのか、困惑。次、メガフォンズ make your voice sound louder than it usually is ですね。はい。普通のよりも大きくするってやつです。はい。比較で出てくるやつですね。で、次は、my colleague was so kind as to offer to give me a ride ですね。はい。so as to の構文ですね。はい。これも基本です。とっても優しくて、私送ってってくれるよって言ってます。で、文法は、はい、非常に基礎的なものだったと思いますね。文法語法。まあ、ただ、引っかかっちゃう人はいるかなと思ったけど。まあまあまあ、こんな感じです。そう、むずいよってもんかもしれないけど、早慶志望満点取るからね、普通にね。続いて学習院ですね。学習院の文法の方が難しいと思いますね。はい。ただ基礎的なものがやっぱり並んでて、そう、だから私が一番その文法語法問題で勉強するべき過去問は学習院って言ってますから、いつもね。あとは昔の立命館。この二つがとっても良かったんです。ここもただ満点取ってくからね、早慶志望はね。はい、いきます。My mother always told me not to talk.With my mouth full. With plus 名詞 plus alpha. 名詞がアルファな状態で、これもよく言ってますね。はい。口がいっぱいな状況で喋んな。同じものが、どうせたくさん出題される。See, I'm generally なんとか of the plan
But there are a few problems with it. Of 来てるので be supportive of ですね。はい。これ賛成ってやつね。プランには賛成なんだけど、ね、概ね賛成なんだけど、でも問題あるよって言ってます。次、I went shopping to find a new shirt that なんとか was these pants. はい、これ合う系ね。まあよく出題されるじゃないですか。はい。服とか何かと何かが合うは go with ですからね。agree with はなんかこうテイストがこう合う。これの味が私に合うとかっていう時使うですね。cope with は対処するでしょ。suit は何々 suit 人ですね。This shirt suits you とか人を取りますね。で、翔平オオタニ出ました。Will go なんとか in history as one of the greatest baseball players of all time。はい、超すごいベースボールプレイヤーの一人として歴史に残るは go down です。Go down in history。で、as もあって何々としてってやつですね。次、It seems easy at first.Often ends up being difficult. これはもうしょっちゅう出てくるよね。もう何回も出題されてる。はい。主語がないですから、全体で主語になる what 説が正解。わかんなかった人はちゃんと関係詞の動画見ておいてください。基本です、これ。何回も出題されてる。この end up できているけど、turn out になってることも多いよね。こうなんとかだとわかる。最初はこうだったのかみたいなのでよく出題されます。はい、続いて、正語。The value of Kenya's flower exports each year is $500 million. The country's three largest source of foreign exchange after tourism.And tea. ビューってなるよ。3って言ったら3つすごく数形濃い。Largest source って書いてあるじゃないですか。ソース単数ですね。これだから3じゃない。3rd ですね。3つ目。3番目。The flower っていうのがその輸出の3番目に多いものなんです。で、1位が tourism。で、2位がお茶なんですね。はい、次。The 2020 Olympic Summer Games in Tokyo. このゲームズの S が問われたりすることもありますよ。Had a global audience of approximately 3.05 billion down to 3.2 billion at previous Olympics. これさ、ね、すごいなんか間違った人が多かったらしくてさ、いや、おかしいじゃん。だってさ、3.05 からダウンして3.2 って増えちゃってるじゃん。ダウンしてないじゃん。だからこれ、from ですよ。Approximately、およそは、数字の前によく使うですね。オーディエンスね。あ、何々オーディエンスですね。これね。形容詞。あ、large audience とかね。これも狙われやすい。次、In most jazz performances, players play solos that they make up on the spot, where requires considerable skill.ね、はい、require って動詞来てて、主語ないですから、だから which じゃなきゃダメ。はい、また関係詞問われてますね。基礎問ですね。そうそう、ソロね、やるんだよね。その場で考えるね、ジャズね。Streetcars in New Orleans have been operating since 1835, make them one of the oldest transport systems in the US. これ動詞が2つになっちゃいますね。動詞が2つ、have been operating と make おかしいですね。making で分子構文にしなきゃいけないと。1835年から運行されてって、で、それが最も古いもののうちの、トランスポートシステムズのうちの一つになってるよ。はい、ワンオブダ複数名詞ね。最上級の方にも線が引かれてるね。よく出ますよ、ワンオブダ複数名詞。次、To stay underwater for 20 to 30 minutes with that time, penguins have developed the ability to control how and when their muscles use oxygen. これもう with that time の意味がわかんないね。20 to 30 minutes at a time でしょうね。1回に20分、30分、こう、下に入れるってことでしょ。そうなんだ。はい、続いて会話。Is everyone here now? Yes, they are. なんとか、Let's get started. Right. ですね。はい。Actually 入るんだったら Infact 入るしね。Really? だったら Question でしょ。はい、みんないますよ。Okay. Okay みたいですね。Okay, let's get started. 次。What's the weather like in Paris in July? July の天気はどう? Oh, I'm not sure. 知らないよ。Why do you ask? なんで? Or it's なんとか that I'm planning on visiting. ですね。プランしてるだけだよっていう It's just ですね。It's just that I'm planning on visiting.ね、はい、これが同志社大学の会話文にあったやつです。だからどこのねやつが出てくるかわかんないんですよ。 I don't なんとか You could lend me your bicycle, could you? Sure, how long do you need it? ですね、貸してくださいってやつ I don't suppose you could ですね、はい、これ見たことない人が多いかもしれないね。 I was wondering if you could みたいなの知ってる人多いけど、うん、でも辞書とかにもちゃんと載ってる表現なんだよね。貸していただけないでしょうかみたいなやつ。次が I'd love to be able to meet SarahBut she's still in New York. Oh, なんとか She came back yesterday. 帰ってきてるって言ってるから、だから Haven't you heard? ですね。え、聞いてないの?次、Are you free tomorrow? で、I just need to rearrange my schedule a little. ですね。スケジュールちょっと変えなきゃいけないって言ってるから、Are you? ですから、B 同士来なきゃいけないんで、答えは I can be ですね。フリーにできっかもね。Must not じゃフリーしちゃいけないでしょ。Lo は B 同士ないし。
シュットハブビーンだったら過去になっちゃう。次が英訳で穴埋めして英訳するやつね。この間、偶然小学校の時の先生に会いました。I ran into でしょうね。My elementary school teacher the other day ですね。はい、この間、めっちゃ大事ですね。the other day。和文訳で超大事。で、まあ他にはバンプなんていうのも使える。バンプとインテューなんていうことも言える。私は彼女が当然約束を守ると思っていました。I なんとか took it for granted that ですね。take it for granted。で、ちゃんと過去にしてね、これ、思っていましたなんだ。で、she would、はい、過去から見た未来に。keep her promise ですね。はい。約束を守ると思ってた。まあ、あとは keep her word なんていうのもあるよね。はい、どうだったでしょうか。やっぱり学習院の問題がいいんだよ。だからいつもね、早慶の人たちには言うんだけど、早慶志望に、まず学習院の問題解けるようになってなきゃ戦えないからね、とかね。言うんですけど、はい、とってもいい問題だと思いました。学習も受けた方はですね、はい、ぜひとも教えてください。はい、これめっちゃ役立ったと思いますから、はい、ぜひね、これ今後の入試に役立ててください。拍手。ありがとうございました。Thank you for watching.